うわ、逃したっていう経験は人生の中で何度もありますよね。天体撮影でも同じような気分になってしまうことがあるんですけれども、まあ、いろんな場合にありますけど、明るい流れ星取り逃がした時なんか結構がっかり感が強いんじゃないかなと思います。タイムラプス撮影セットするときって、まあ、超広角レンズをつけて、よしよし、どっかのコマで流れ星入っているだろうと思っていたら逆向きだったとかいうことはですね、今まで本当に何度もあったんですけれども、そういうときに全集魚眼レンズ、あるいは遠集魚眼レンズとも呼ばれますけれども、これが一つあると、まあ、回避できるわけですよ。必ず空のどっかに現れれば、もちろん設定はちゃんとしないといけないですけれども、明るい流れ星であれば、ほぼ確実に収めることができます。ただし、特殊撮影用のレンズになってきますし、それでいて現行品はまだまだお高いものが多いかなという印象です。何かいいものがないかなと、お求めの方に朗報です。セブンアーティサンズから、こういうレンズが登場しております。APS-C のイメージサークルに適合する 4mmF2.8 という全集魚眼レンズです。今回は富士フィルム X 用をレビューさせていただきますが、他にもソニー E とか、あとはマイクロフォーサーズ用も発売されております。それでいてお値段は新品2万1千ということなので、これでそこそこ使えるんだったらね、いいんじゃないかなと思います。今日はこちらのレンズをレビューさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。じゃあ早速まずは開封をしていきましょう。レンズを取り出しました。やはりその一番の特徴は全集魚眼ということで、前玉のこの出目金具合かなと思います。まさに魚眼の中の魚眼ですね。鏡頭に関しては金属製で質感は非常に良いです。こちらのカバーに関しても金属製となっております。このレンズに関してはマニュアルタイプになっておりますので、ピント、そして絞りとも手動で調整するものです。最短撮影距離が 0.085m、もちろん無限遠にピントを合わせることも可能です。絞りが開放で F2.8、そしてクリック感のない連続的に変化するタイプの絞りとなっております。こちらにつまみもついております。そしてですね、このマウント面に関してなんですけど、当然マニュアルレンズなので電子接点がありません。だからカメラでちょっとした設定しないといけないんですけど、その点については口述します。それにしても前玉に対して後ろ玉は非常にコンパクトですね。さて、それではですね、早速 XH2S にこの全集魚眼を装着してみましょう。はい、レンズを装着しました。 XH2S だとややアンバランスな感じもありますが、まあ、これに関しては仕方ないですね。もう少しコンパクトなタイプのカメラの方がよく似合うかもしれません。それはともかく、これで空一面を一度に切り取ることができるようになりましたので、早速撮影に出かけていきたいと思います。紅葉を撮りにやってきました。やってきたのはいいんですが、まだいまいち進んでないかな。奥の方は葉っぱがもう赤くなってますけど、手前のこちら側、少し日当たりは悪いところですが、
まだ葉っぱが全体的に黄緑色ですからね。ちょっと歩いてみてもそんな感じのところが多いので、今年はあったかかったからな。まだ紅葉の進み具合はいまいちなのかもしれません。これとか全然色変わってないからね。でも木によってはほとんど葉っぱが残ってないわ。地面を見ると落葉したことがわかりますからね。さて、撮影を始める前に、このレンズは電子接点がありませんので、ある設定をしなくてはなりません。メーカーによって多少置いてある場所とか名前が違ったりするんですけど、富士フィルムの場合はですね、セットアップ操作ボタンダイヤル設定からレンズなしデリーズ、これを必ずオンにしておいてください。デフォルトではオフの状態になっているんですが、その場合シャッターが落ちません。あれ、故障かなと思うかもしれませんけど、その場合は必ずこのレンズなしレリースのところを疑ってください。そしてシャッターが切れることを確認して撮影に臨みましょう。なんか今年の紅葉はまだいまいちな感じですが、ともかく全集魚眼レンズを使って撮ってみました。いや、やはりこのタイプのレンズでなければ表現できない世界、独特の世界観を持ったレンズだなということを改めて認識させられました。使ってみてよりよく分かったという感じですね。そしてもちろん星空も撮ってますよ。空をワンショットで全て収めることができるので、こんな感じで以前の皆既月食の時に天の川が見えてきたのでこれを撮ってました。遊んでたから天王星食逃しちゃったんですけど、自分としては月がだん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 暗くなっていって、それによって天の川が見えてきたっていう方がむしろ感動的だったかもしれない。それはともかく、このレンズの性能をですね、星空実写で確かめてみました。まずは車や中央部付近なんですけど、ちょっと中央の方が黒く落ち込んでますが、これはレンズの特性ではなくて、空がこういった傾きあるんですよ。天頂の方が暗くて、地上に近づけば近づくほどもう光害がですね、周囲に見えていると思うんですけど、これに関してはですね、リアルなものです。そして星の写りに関しては、中央部はね、もう本当にシャープで擬色が出ていますね。星の色がもうピンクとか黄緑とかに表現されていますが、これはですね、今富士フィルム XH2S、 つまり2600万画素 APS-C 機で撮っているんですけど、これでもアンダーサンプリングなわけです。中央に関しては、つまりレンズの方がですね、非常にシャープだということの裏付けに他なりません。じゃあ周辺の方はどうなのかということなんですが、ここ M31 映ってますね。だん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 やはり周辺の方に行くと星が伸びているという様子はわかるかなと思うんですけど、でもごくわずかなものです。こんな感じですね。そして綺麗に中央から放射状に伸びていますので、どっちかに片ぼけ的なものがあるという感じはありません。そして地上のライトとかに注目していただくとわかるんですけど、こういった明るい天井のものでもこれぐらい収束してくれますので、性能的には非常に良いのではないかなと思います。十分ですね、星空の撮影、こういった天の川の撮影に使っていけるのではないか。そして開放 F2.8 と明るいので、そこら辺もですね、星空撮るのに非常に良いのではないかなと思いました。流れ星であれば多分だいたい4等5等ぐらいまでは撮れるんじゃないかなという感覚です。はい、ということで、お求めやすいミラーレス用の全集魚眼レンズ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。やはり全集ということで、一度に空全部を切り取ることができる、そして普段我々が見ている世界と全く違った世界が見えてくるというところが大きな魅力になってくるのではないかなと思います。残念ながらまだこちらのレンズが届いてからですね、明るい流れ星が山口県では見えておりませんが、なんか関東の方ではですね、明るい火球クラスの流れ星が見えたという目撃情報が相次いでいるんですけど、これに関しては
撮影を続けておけばいつか必ず捉えることができると思いますので、晴れたらこれからセットして、そして翌朝までしっかり撮影を続けて待ち続けたいと思います。全周であれば必ず明るい流れ星は捉えることができますからね。そしてこのレンズを使う上で最後に一つ注意をしておきたいと思うんですけど、前玉が突出しているじゃないですか。そしてフードとかも装着できないんですよ。だって蹴られの原因になってしまうから。だからこうやって前玉がむき出しの状態で撮影を続けないといけないんですけど、まあ、空に向けるとこんな感じになるんですが、不注意でこのレンズを触ってしまったり、あとはですね、傷つけたりしないようにしてください。なぜ言ってるかと言いますと、僕はそれを犯してしまったんです。これは以前月食そして天王星食の時にですね、あ、まだもうちょっと時間があるなと思って、じゃあレンズのテストも兼ねてなんか星空適当に撮っておこうかと思ったんですけど、その後急に差し迫ってきて焦っていたんですよね。で、焦っていてそこら辺にこのレンズ置いてたことを忘れてしまいまして、ガリッとやっちゃったんですよ。だからもう本当に二重の意味で最悪でした。天王星食は撮れないし、レンズは傷ついちゃうし、あーもう本当にみたいな感じだったんですけど、とにかくですね、前玉注意して扱ってください。時間そして心に余裕を持って使わないと僕みたいな羽目になりますので、ぜひこの点に関してはご注意ください。それでは今日はこれぐらいで動画を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さよなら。